マンのもりもりクッキング。今日の食材はつるむらさきです。つるむらさきはその名の通り、つるが紫色のものと緑色の品種があります。つるむらさきの主な栄養はカロテンとカルシウム、ビタミン C です。特につるむらさきに含まれているカルシウムは、ほうれん草に含まれているカルシウムの3倍を含んでいます。カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素で、またカロテンは免疫機能の維持に、ビタミン C は血管や骨の強化に効果があると言われています。つるむらさきを求めて飛鳥村へやってきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんはどういった組織なんですか？この島の庄の住民で、一応休耕田になっているところを草刈りしたり、野菜を作ったりいうことに協力してもらっている人たちです。なぜつるむらさきを作ることになったんですか？これはね、飛鳥村が今度大々的に、つるむらさきを特産品として考えておられますので、協力させてもらいました。つるむらさきの特徴ってどんなものなんですか？これは薬草として使っておられましたけど、まあ、ほうれん草に代わる青いものがございませんので、それつるむらさきであれば大体7月、8月、9月頃暑い時期に収穫できます。どこでつるむらさきは買えますか？飛鳥村の直売所であれば あると思います。つるむらさきを今回収穫させてもらってもよろしいでしょうか？はい、どうぞ。はい、では収穫させていただきます。はい、このつるむらさきってどういうふうに収穫するんですか？はい、これ見てだいたい25センチぐらいのところでハサミ入れてもらって、はい、であとまた向こうの方で、包装するときに正規の寸法に切り直しますので、一応25センチぐらいの目処に切ってもらいます。はい、わかりました。はい、よいしょ。でできたらもうこの上の方に虫食いがあれば、それは製品になります。虫のいない畑とかないですよね？ないですね。よいしょ。虫も食べていかんなんねから。やっぱそうですよね。よいしょ。つるむらさきを使って作る料理はつるむらさきとトマトの中華くずです。材料は2人分で、ご飯茶碗2杯、つるむらさき 40g、 プチトマト 50g、 カニカマ 30g、 炒め用調味料としてオイスターソース 3g、 ごま油 1g、 塩 0.5g、 ナンプラー 1g、 おかゆ用調味料として中華だし 7g、 水 400cc、 オイスターソース 4g、 ナンプラー 3g、 ごま油 2g、 吉野本くず 8g です。ご飯は流水で洗い、ぬめりを取り、ざるにあげておきます。つるむらさきは洗って葉をちぎり、食べやすい大きさに切ります。プチトマトは洗ってヘタを取り、4つにカットします。カニカマはほぐしておきます。フライパンにごま油をひいて、先につるむらさきの茎を炒めます。
ある程度火が通ったら葉を加えます。調味料を入れ、さっと火を通します。中華だしを沸騰させ、ご飯を加えます。ご飯が柔らかくなってきたら、カニカマとプチトマトを加えます。オイスターソースとナンプラーを加えます。火を弱めて、蒸しの本くずを少しずつ混ぜながら流し入れます。炒めたつるむらさきの茎を加えて混ぜ、ごま油を回しかけます。お皿に盛り付けて、つるむらさきの葉をのせれば完成です。つるむらさきとトマトの中華くずの完成です。では、いただきたいと思います。いただきます。いただきます。あ、粘りがこのくずのとろみとつるむらさきの粘りがあって、ご飯も食べやすくてすごく美味しいです。なんかね、思ってたよりは食べやすいです。喉越しも大変にいいと思います。吉田に行った人が食べたら懐かしになった味違うかなと思います。あ、すごく食べやすい味ですね。もともと見た目ほうれん草に似てるんで、味もそんな感じかなって思ったんですけど、粘り気が結構あってオクラに近い食感で、こうですね、食べやすい味ですね。トマトとつるむらさきの相性もバッチリで、もう美味しくいただけそうです。今回ご紹介したつるむらさきとトマトの中華くずは10月18日から23日までの6日間、飛鳥サイル離農家天玉堂テラスで限定メニューとして登場します。数量限定、1日10食ですので、お早めにお越しください。また18日に限り、
クズマンのモリモリクッキングを見たと言っていただいたお客様には吉野本くずを1割引きで販売させていただきます。もちろんつるむらさきのレシピもプレゼントいたします。天玉堂では10月31日までおせちの早期割引キャンペーンを実施しています。天玉堂は和の食材である吉野本くずと取り扱っており、日本の食文化を伝えるのは私たちの使命であると考えています。そこで5年前からおせち料理の販売を始めました。良き年の幕開けにぜひご用命賜りますよう謹んでご案内いたします。